オリンピックはそうですね、もちろん自分にとっては2連覇できた自分の今を、今の自分の、まあ、こういう立場だったりとかこういう発言をさせていただく場所だったりとかそういうものを作ってくれている大切な者たちだなというふうには思うんですけれども、それプラス、やっぱり北京オリンピックで、まあ、もちろん挑戦が成功したわけではないんですけれども、それでも、自分が夢を追い続けたりとか、うん、なんか頑張り続けた、なんかある意味それを証明できた場所でもあったと思うので、僕にとっては自分が生きているっていう証っていうか、そして皆さんと共に歩み続けた頑張った証でもありますし、これから頑張っていくための土台でもあるかなっていうふうに思います。まあ、まず最初に、これから競技会っていうものに出るつもりはないです。僕が、これまでやってきた中でもう競技会に対して結果っていうことに対して、取るべきものは取れたなっていうふうに思ってますし、そうですね、そこに対する評価をもう求めなくなってしまったのかなっていう気持ちもあります。競技者としてはここで終了というか、まあ、ここからプロになりたいなって思うことは多々ありました。いろんな場面でありました。もちろん先ほども言ったようにピョンチャンオリンピックが終わった段階でも思いましたし、なんかやっぱり新たなスタートとして、なんだろう、次のステージに向かいたいっていう、北京オリンピック終わって帰ってきてしばらくして、で自分の足首が、足首を治すための期間として、治すための期間というか痛くて滑れなかったので、その期間の中でいろいろ考えた時に、もう別にここのステージにいつまでもいる必要はないかなっていうふうに思って、より上手くなりたいって、より強くなりたいって思って、でありがとうございましたじゃないっていうのは正直自分が一番思っていて、全然終わらないので、引退でも何でもないので、ここからさらに上手くなるし、さらに見る価値があるなって思ってもらえるような演技をするために努力していくので、これからもどうか応援してやってください。よろしくお願いします。